いわゆる、まあ、昔は A リーグと言われていた上のリーグですね、はい、に上がるのは初めてというのは僕も結構驚きだったんですけど。そうなんですよね、はい、そして土倉選手の方も、まあ、初ということはご本人の口からあったので、うん、まあ、地獄へようこそというところでしょうか。さあそしてハメコさん、時の選手かなり前評判高いですよね。そうですね、やはりその、ま、周りから聞こえてくる評判でいうとこの本命時の対抗梅原みたいな意見も結構、ま、聞こえてくるのかなと。そしてやはり取り組みが尋常ではないという噂もかなり入ってきます。そのベールがついに脱ぐ、そしてその初戦の相手はドグラということで、はい、このドグラがやっぱり予選のです、ね、はい、まあ、本戦リーグ予選の3試合選手の内容はとにかく良かったんですよね、まあ、そのままいければ全然あると思いますよ。さあ、なのでこの本命と言われる時堂、ここで時堂を落とすようなことがあれば大波乱の幕開けとなるこの決勝リーグ。さあそこに立つのは実戦でこそより輝く生駒の悪魔ドグラ、果たして時戸に対して何を見せるか。両者準備は OK、 これが本日の3組合わせ目、時戸動き対ドグラメガ、いってみましょう。お願いします。この組み合わせは、昨年、はい、ゲームオーバーという大会とカナダで当たっていて、で時戸が勝っているという組み合わせなんですけれども、組み合わせ的にはやっぱ対空の処理というのがどこまでできるか一つポイントになり、 ますね。上からの接近を許すとかなりメガが自分の前をすぐに作ってしまうと、うん、ただこの飛び道具に関してはやっぱり最高リジェクトがあるので、その時戸側もあの気持ちよくその飛び道具打っていくというのはちょっと難しい駆け引きになってしまいます。跳ね返されるリスクは常にあるというところ。さあまずは体力リードはドグラだが、いきなり台足ブラストのギリギリの場合を見えている。やっぱりさまざまな飛ぶあのジャンプ攻撃、まあ、残空波動拳もありますし風陣もありますしで、対空はちょっと面倒ですよね、合気側に対してベガは。そうですね、さあブラストが当たって画面端を取ったのはドグラのベガ、上さくらくぐってしまった形。さあそろそろ合気のトリガーゲージがたまりそうというところ、カードの上からラカン交渉などで、溜めていくこともできるような状況でした。さあたまったが後ろ投げ、さあドグラペースでこのラウンドは進んでいる。さあ V トリガーをどう運用するか、リジェクト読み合い、おお読み勝っていく、読み勝ちますね。これはもうドグラもタイムアップでもいいというような動きですね。さあ残り時間はまだ30秒あるんですが、ここでトリガー発動無理はしない。さあ時戸はまだトリガーを引いていない、ここで波動トリガーゲージもあるんで、うまく技が引っかかればというような感じじゃないですか。そうですね、調子いた。さあそろそろ単発圏内にもなってくるが、おー、まあ、ステップしたところ、うん、上からスカルダイバー。さあまずはドグラがラウンドを取っていた。両者の表情はまだ変わりなし、挨拶はまだ終わっていないといったところか。軌道はやはり飛びからかなり攻めていく、増やしていますね。このドグラがどういう対応してくるかっていうところも、まあ、見ながら落とされてもいいと思って飛んでいるでしょう。まずはいろいろ見せるのが大事。そしてここでスタンを取った時の動き、さあかなりのまとまったダメージを取って、さあドグラベガとしてはここからの逆転はかなり遠いが、サイコクラッシャーまで一発入れて、やはり動きも体力は前キャで最も今少ないですから。さあしゃがみ小判体育に対して最後ジャンプショーキックで潰すという場面が見られましたね、うん、頭上からいけば、勝つことができます。さあ上からはやはりいろんな選択肢を見せたいというこの序盤。さあいいガード、豪昇龍後ろからしっかり入れ替えましたね。そうですね、あー出なかった。でずなんかおー今度は肩骨で殴られたしゃがみ小判体育、やっぱりその頭上の一番いいところからこう飛びを重ねることでしゃがみジャックパンチに対して勝てるというところで、かなり距離を見て時戸側も飛んできています。そうですね、ここは綺麗に帯が入ったので一気に時戸、そしてまずは 1-0 時戸スタートとなった両者の対決。やはりそのジャンプ空中からの攻めが時戸の勝ち筋に1試合目になりました。ドグラもちょっとこのどう落とそうかというところでいろいろ対応したんですけれども、まあ、それは逆に
食らってしまうというような要因になってしまって、そのまま時では取りましたね。いやこれ1試合目からこんだけ対空潰されるとちょっと感覚としては嫌なんじゃないかなという、ドグラスこういう時にもう結構その今自分ができる最善をやるのがすごく上手いプレイヤーという印象があって、体育がその落ちなかったとしてもその後の読み合いが強かったりするので、まあそれがちょっと出てくるんじゃないかなと思いますけどね。この後確かに、まあ、ドグラ選手はなんかこう本番で大きく崩れるっていうことがほとんどないような、そうなんですよね、印象ありますよね。さあこれはホバキック当たらず、その隙を取っている、後ろ投げ、いやー、きっちりですね、完璧。いやー、時戸が試合を掌握し始めたか。さあ、羽生さん、はい、このドグラのベガが、まあ、この時戸から、まあ、ラウンド、そして試合を取っていく上で重要になってくるのはどのあたりになりますかね。まあ、やはり攻めに対してどう対処するかが一番大きなポイントなんじゃないですかね。ここまで時戸がやっぱり攻め込んで崩して勝つっていうシーンが多くてですね、中距離が非常にベガ、まあ、地上戦非常に強いキャラクター、サイコアックスですとか、はい、そういったその火力のある動きがあるんですけども、それに上からかぶされているのがためにあまり火力が出ていないので、やっぱこの動き、この時々が攻め込んでくるところをどう迎撃するか、そしてダメージに変えるか、まあ、できればやっぱりその空対空、ジャンプ中パンチ、ヘルアタック狙いたいところですよね。まあ、簡単ではないですが、はい、相手の攻めをくじきながら自分のターンにしてダメージも取っていくという。状況的にはこれゲージが3本ある V トリガー発動しの号機っていうのはもう終わってます。終わっている、触られたら終わっちゃいますマジで。さあ相当なプレッシャーがある、だからこそ投げ込むか、うまく、うわー、きた、サイコテイル一戦、予選でもですね、このサイコテイルで目押しでこの相手の受け身に対して重ねてめくっていくっていうサイコクラッシャーを何度も見せていて、それは非常に精度が高かったんですね。今回もしっかりできました。このあたりは実践値高いですね、ドグラ選手。さあアックスアックス楽しそうに手を振り始めた。そして上を警戒するこの間合い取りから、飛ばないなら手を振らせてもらいますと。これはベガ側がやりたい動きですね。このやっぱりサイコアックスっていう強い技、これの火力を押し付けていく。これはいい形でラウンド進めているぞ、ドグラベガ。ではどうする、トリガーがある、そしてトリガーを持ってゲージ3本がボス、体力は残り少ないが上、綺麗に入った、痛すぎる。さあこれでしかも画面端もついてくる、おー、いやー、ここで EX セット、ベガにはこれがある。ベガ序盤でリードできたことでやっぱりその守りきれましたね、さあこれでドグラは1試合取り返して1-1。さあ僕が優勝候補に押される時戸相手に、まあ、全く譲らずと2試合終わって、これが両者の3試合目、いなりご挨拶は上から。さあもう画面端になるぞ。さあ上を警戒しながらじっくりですね、じっくりですね、しっかり対空前に出る、いいダッシュで、さあ動きたいところにはしゃがみ中間と。さあベガのいい組み立て、いいリズムになってきている。さあここでトリガー発動、まあ落ち着けよというそんな動きを見せるが、ドグラ硬い、やはり攻撃が非常にうまいプレイヤーです。ここ最低限の被弾で抑えきれるか、トリガーは終わった、いや痛い、危ない、時でもゲージが溜まりそうです。ただ1発で終わるか、終わる状態まで来ましたね、来ましたね。さあこれでこじ開ければというところ。さあドグラは何を見る、トリガーはある、うわー、打ちを OK、 ああいった場面での EX ブラスト2ヒット分の遅い飛び道具ということで非常に、まあ、信頼度の高い動きになっています。さあゲージを打ち越したのは時戸の動き、上から5時からの100機をかなり絡めている EX100 機、飛びが落とされたので今度は100機、やっぱりこのいろんな飛びがあるんで、そうですね、的を絞るのがちょっと難しいんですよね。手を変え、品を変え、上から崩しにかかる。さあしかし中足ブラスト、これが入って、さあ残り体力はわずかだが、ドグラ不気味、ホバキック狙いすましてから、さあどうする、おお石星剣、いきなり最高、しかしガード、さあ仕返しは大事、お見事。
多少こう状況が膠着しても両者集中力切れないですよね、うん、そうですね、どっしりするべきところはして、やっぱりその攻め込んだ方がいい時っていうのは攻めていくっていう本当に切り替えができていると。両者さあ前に出て、ちょっと時戸が前に出る動きが増えてきたか、やっぱり攻撃側からこう攻め込んでいきたいところではあると思うんですよ。ベガの方が中距離火力が出ますし、リターンが大きいので、ちょっと攻めの手を緩めると先ほどのようにベガのペースになってしまうと、うん、そうですね、ベガはガードの上からでも、まあ、EXW2 だったりとかで押し込みながらこのいい状況を作っていけるので、ガードの上からラインをグッと上げることができる。おお、これチャージ、ここで正解、捕まえたぞ、膝が当たる、いやー、しかも大パンクラッシュカウンター、しかも関谷空裂さまで、さあもつれたところで勝負を分かつ一撃になった。ちょっとドグラガーがミスが出てしまいました。立ち強キックというもう本当にいい技が当たって、はい、そこからその様々な選択肢が今あったんですけれども、ダブル2からの、最高ジャッジメントで爆破させて、まあ、めくりに行ったりとかっていう動きがあったんですが、ちょっとダブル2のためがまさか当たると思ってなかった可能性がありますね。レベルになるとやはりこれはガードさせてどうしようというようなね思惑もあったりするんで、それがまさか当たってるとおっていう、うん、そうです、しかもノーマルヒットっていうのは結構珍しくて、あの場面立ち攻撃が当たるとしたら大体クラッシュカウンターになることが多いんですけれども、時々がまあ入れっぱ、まあ、ジャンプなどで逃げた可能性があったかもしれませんね。どうまで時々が星を2つ取って、ドグラは1つ、2対1時々優勢。さあ両者の思惑は見え始めている。一気に攻め込みたい時と、こうなるとやっぱりきついですね。そうですね、守りは、3フレームなどあるとはいえ敵技はちょっとゲージがないと、ゲージもなかったですね。そうですね、でここでトリガーがもうあるので時とは無理に押し込まないで、そうですね、この場面ではやはりしゃがみクイックの、まあ、ホバーキック、これを警戒しながら動いていくというのが、まあ、ベガ戦で非常にポイントになるんですけども、しっかりとまあ、距離を取ったりバックジャンプすることでエホバキックを打たせないようにして打ち取ってきました。ストリートファイター5 V トリガーによる逆転が非常に強力で、うん、まあ、そこをケアしなきゃいけないということで、もう倒したらいいのにっていう状況でやっぱり下がる、うん、それによって安定感を上げていくというのはやはり皆さん結構触れますよね。そうですね、特に端にいる相手にこう攻め込んでいろいろあって後ろに投げられた時とかは、その本当に体力差があってもひっくり返る可能性がかなりあるので、それを警戒するというところもあるでしょう。上の、いやー、上がやはり綺麗に刺さると大きく試合が動き出す。キャキ相打ち OK、 さあ刺さった、大きなダメージになって裏にいる。さあ入れ替え成功はどうだ、だがゲージ満タンの V トリガーちょっと、あー地獄竜巻、いやーダブルアップだ、投げを一つ燃え捨て。さあこれで入れ替えた、おかみこになっている、残空がついてきた。さあこれで3対1、ちょっと試合が動き始めましたね。これ流れというものがあるならば、はい、時戸がつかみ始めたと、いろんな飛びをやっぱりこのやっていっていることで、どうしてもちょっと対応のミスっていうのも出てきてしまっていると、それが本当にも致命的な一打に合気の場合になってしまうので、そうですね。さあしかしここは並大抵のプレイヤーならば崩れてしまうところ、しかしドグラならここからの突破口見せてくれるか、反撃だ、いやお見事、いや歩きなりも素晴らしい、スタンチが溜まっている、関西ナイスガード、初のキック、やはりホバーを警戒するバックジャンプですね。これをされるとしゃがみ強キックが空振りしやすくなりますので、しかしすぐさま返す、カトムキうわーっとクダイクを狙ったんですが間に合わなかった、さあホバー発動成功、やっと成功といったところか、しかし時戸がもうすでにトリガーをチャージしている。さあこのゲージ回しによる有利状況を継続するといったような部分も時戸選手非常にうまいですよね、うん、しかもやっぱり触れていますのでゲージが溜まるというのもあるでしょうね。そうですね、
おっとリジェクト取ったが無理やり着地から取ったところを巻き込んだ。ユースプラストサックス入れて打撃タク、さあリジェクトを絡めてのダブルだったら短いにいる。これはチャンスになる。しっかり反撃。さあ2発からのスタンなので結構減るぞ。画面端もしっかり投げを一つうろうろしながら最後の一発はどうする。トリガー発動を警戒しながらなので無理はしない。おお、ここはダブルにしっかり空いた場面で今回豪輝はその、まあ、関谷豪将が波動拳の豪波動拳の空振りキャンセル V トリガー発動できなくなっているの で、 そうです、ね、しゃがみ攻撃を今ドブラ警戒しながらうまく試合畳みました。さあ近距離勝利、じゃあ近距離波動になったがここもやはり積極的に前に出るのは時の動き。しかしフグラがその前に自分のターンを作ろうと一気にラインを稼いだ。入れ替わったが後ろから差し返しの形からいやー殴り合いになったぞ。フグラは V トリガーがあります。速度はギリギリないんですが何か触れば、はい、羅漢豪将からのガード発動というのもあるでしょう。さあ本命ホバーキックから発動成功はドグラ。時田はどうする。固く守ってトリガー発動を伺う。発動成功。サイククラッシャー自分が画面端に強化タンク読みですかね。ですかね。追いついた。いや後ろに逃げた。逃げ切り成功。さあ空対空しっかり。さあドグラ。そして時田にはまだトリガーゲージがギリギリある状況。いやチャンスいった。そこには大仕置き上からザンク。いやまあよくバックダッシュ今しましたね。しましたね。投げ抜けできない最高チャージというのがまだギリギリタイマー的にも残っていたので、はい、結構まあいい選択なのかなと思ったんですけれども時の集中が切れていませんでした。しかもその後の反撃がちゃんと、はい、まあ、ジャンプ残空波動拳、一応そのコマンド投げをバックステップできればちゃんとジャンプ攻撃が確定するぐらいの隙があるんですが、結構実戦だとやっぱりなかなか決めるシーンというのはないと思うんですが、今しっかりと V トリガー使って倒しきると。そして今の試合の星を取って時戸選手4つ目4対1のスコアになりました。さあドグラとしては3-2にしたかった。非常に大きな星になったような印象。さあただここは一気に攻めていく。いやザンク、ザンク、やはり読み合いになってしまいますね。そうですね、対空で読み合うことでさあリターン勝ちをしているようなそんな印象。ここまでの時の動き、時は V トリガーが痛すぎ、ホバーの出かかりだった。さあ一気にフルコンボ、関谷クーデッサーまで。いや今ギリギリゲージしっかり溜まって強襲力2発目からのというコンボ選択も見事でしたね。男はリジェクト取りきれず、いや差し返す。うまっ。ハイパンの外の前が、ね、かなりメガ戦仕上がってる。やばいですね。うわ入れ替えて入れ替えて入れ替わる。いやークーテク早い。今のはしょうがない。上から原骨いろいろあったが最後は EX 豪昇龍拳。これで 5-1 入れ替わりまくってしまいました。まあそのやっぱり飛びの選択肢の広さっていうところを押し付けるのがすごくうまくて、はい、読みは突き合わされてしまっているっていう感じですかね。ドグラ側としてはこれで6試合消化したので1回キャラクター選択ステージ選択に戻ります、はい、両者キャラクター変更はなし。しかし流れは時戸にあり。どうするドグラ。表情からもやや苦しそうなそんな印象を受ける。さあここでE3 を飲むドグラっていうのがなかなかいいですね。頭を使えみたいな感じで。いや使うしかないですよそうですね、どう変えればいいんですかね。ただかなりやっぱりその時戸側の攻めの展開になってしまってますからね。そうなんですよね。上からの攻めが結構入上から入れているので、それでいてちょっとドグラペースになって大パンの差し合いの場合になっても差し返しの精度が尋常じゃないっていうのも一つかなりやりにくい状況を生んでいる。それだけ時戸のこのベガ戦がこれですね。ガードタイミングでしっかりしゃがみ強気を押すことで空振りしたときだけ差し返しになるような
まあ、お手本のようなプレーと言っていいでしょうね。さあここでトリガー発動、おランカン取れればという、取れれば発動できる動きでしたね。素晴らしい、そのあたりのリターンを狙ったいい動き。さあ時々にトリガーゲージがあるので、ドグラも無理には前にはいけない。バックステップしながらオーバーキックから打ってきた。さあ天破から上逃げる、逃げるしかない、うまい、ついに決まった、決まりましたね。さあこれが理想的な空対空、ようやくこれが素早くできれば、さまざまな飛びに対して高いリターンを取ることができま す, です、ね、しかもかなりラインも上げることができるということで、いいことづくめなんですが、やはり簡単ではない。そうですね、しかも、まあ、時の飛び方もやっぱいろいろ使い分けてきてますの で, ですよ、ね、さあ画面端クラッシュカウンターからトツマキノーゲージ追撃、どうする、スタンが危ない、うわー割れている、無理やり相打ちしても前に出る。さあドグラとしてはこの割り切り方は非常に苦しい。両ゲージマックスだが残り体力差がありすぎる。さあ時戸の頭上にはすでに4ウィンの文字。さあ初めの1勝と加えてもう5つの星を手にしている状況。さあどうするドグラ、苦しくなった。勝利条件は7試合選手。また切り替えて今度はどっしり地上から行って、そうですね、近づいてからめくりに行くと、これが落としづらいわけですね。さあプランはいくつも用意されているか、それだけベガ戦が極まっているか。画面足入れ替わった、入れ替わって、いやしかしダメージを取るのはドグラのベガ、おおついに、いやここでなんとか嫌な流れを止めて2つ目の星、頭を使ったかドグラ。さあこれで 5-2 ですか、うん、まだ間に合う、まだ間に合う、ここから連勝を重ねれば、うん、今の試合ただその時々は飛びをちょっと控えて、うん、ドグラ上に意識を咲かせてからの動きっていうのをしたんですが、はい、ただ結局ドグラはその地上戦で勝つことに成功しましたね。しましたね。もしかしたら時戸としてはその今後さらに上を通すための布石のラウンドだった可能性もあると、一つ前のところでやはりそのヘルアタックっていうジャンプ中パンチの空対空成功しているので、はい、そこをちょっと時戸にも嫌なイメージを与えたのかなというのもちょっと思いますけれども、そうですね、もしくはこれ以上そのヘルアタックでの成功体験を与えたくないという、確かに気持ちがあったか。さあまたもや、そうですね、やっぱりどっしりした地上戦に今度ししね、変わってきましたね。プラン B に移行したか。さあ大パン当たる、うまい、ドグラがラインを上げるチャンスになる。さあドグラのゲージは2つ、時戸には1本半というところ。さあ生で当たって、さあダメージが入る、これが V トリガー、波動発動成功、入れ替える、入れ替えてからの投げダメ足です、うわー踏んだ成功、コパンからザンク相性系から有利、前に出てトリガーがある、生発動、サイコタイクカンニングサイコクラッシャー、まさかの一手、しかも強化ザンクに対して結構強いというところもあるので非常にいい動きでしたね今ね。さあドグラの用意してきた引き出しはまだまだこんなもんじゃない、それを感じさせるワンプレーになった。対空サイコクラッシャー、しかも時間停止で状況確認付き、しかしたナイスガード。さあ今度は読んだ、入れ替えてしっかりですね、うん、ここですね、素晴らしい、吉置が入ってから、トリガー発動、もう一丁さあ二の矢が刺さって、今度は時のチャンス、ベガドグラは逃げていく、うん、先ほどからあのゲージの使い方結構しているんですが、とにかくもう倒されないような動きっていう点では非常に、ああ上サイコ対空だったんですが、痛すぎる。さあまだ説明はしないが、うわー危ない、足元お留守だぜ、下段が入って、さあまたもやフルラウンド、サイコ対空をね V トリガー中の動き狙ったんですけれどもね、ジャンプ強パンチの先端が捉えてしまいましたね、はい、頭に刺ってしまいました。ゲージを使ってラインを押し上げる、
上からいやー、いい打ち方、落としたらいい打ち方です。いや、手を変え品を変え上からを意識させてこの画面端なるとき美しい。さっと裏にトリガーはあるが、うわー、またもや危険なげんこつ。さあ、ドグラを襲い続ける。最後は投げて、これで時戸が6勝目。いや、完全にジャンプ強パンチがさまざまな場面での勝ち筋になっているという感じですね。まあ、あの本当にジャンプ大パンチを通すための百鬼であり、残空であり、空人であると。ただちょっと本命が刺さりすぎてる感はありますよね。そうですね、ドグラマと対処したいんですよね。今のもリジェクト対抗狙ったんですけど、完全に頭上だとちょっとができなくて食らってしまうというところで今食らってしまいましたね。こんなはずではというような表情が先ほどインターバルで伺われたドグラですが、時戸は6勝、すでにリーチはかかった。うわー、うまい、ステップを見ている。投げも入って、さあ、ホバーストやや強引に無理やりでもやっていくしかない。さあ、こう上飛び、綺麗に刺さったぞ。どんどん何が来る、チャージもあるが、ただ時戸のゲージが溜まっております。確か通った、いや取ったからのドグラの大きなチャンスになる。あ、当たった当たった、正解。さあ、一気にいけた。さあ、これがベガの勝ちパターン。いいところでチャージをこう植え付けましたね。植え付けてからのジャッジメントで爆発させるというね、非常に面白い技ですよね。そうですね、特にその必殺技のダブルニープレスなんかのリスクが減ってリターンが上がるというところも、あと攻めがすごく厚くなるので、それをうまく今生かしてラウンドを取ることに成功しました。とこれ前捨て対空を見せましたね、ドグラ。さあ、画面端、歩きが深い。いや、この画面足の相手を押し込んで何もしないというこの時戸の動きが、はい、あ、ついにしゃがみ大パン対空刺さって、ここはガード確認でサイコクラッシャーでフォローをするというドグラの動き。いやー、チワシー、使っていく。ここでゲージを使いますね。さあ、まだドグラはこちらトリガー中、チャージです。さあ、植え付けたぞ、何が来る。さあ、待って、おお、有利だった。ワンエスで3つの中に爆発をねじ込んできた、しかも EX ブラスト。さあ、かなり早い展開を作って、はい、さあ、これでドグラが3つ目の星、リーチはかけられましたが、膝がドグラを救いましたね。そうですね、2つの膝で確かに。いや、これはあと2勝、いや、あと3勝か、はい、3勝すればデュース、はい、3連勝が3連勝条件、まあ、つまり4連勝ですね、合計。そうですね、1つは取りましたが、あと3つリーチはかけられている。ドグラにはもう勝つしか道はない。これが両者の都合10試合目。どう変化するか。そうですね、かなり時の動きのそのスタイルの幅が広いというか。そうですね、いろんな動きができますよね。どっしり戦うこともできるし、上からぴょんぴょん飛んで荒らしに行くということもできるという使い分けがあるので、はい、やっぱどちらか一方だけをやってるわけじゃないので、そこがちょっとグラン対処を難しくしていますね。そうですね、長期戦ならではといったこの懐の深さを相手に意識させる時の動きのこの動きと、これはうまく中中、これ止まったが対空きっちり。さあ、しゃがみ大パンが噛み合うようになってきた。ドグラのベガ両者トリガーは使える状況。その引き金はいつ引くか、頭上からくー、やはり飛びは全部は対応するのは難しいか。前ステップ、これはたまに噛み合わず、上からプレッシャーかかる。百鬼地獄か、100機、うわー、投げが来た。苦しい、100機から2択。さあ、必要な100機集で攻め勝った時の、しかもゲージが満タン。
ドグラ立て直せるか。もうリーチはかかってしまった。後ろはない。対空はかなりねちょっとずつ良くなってきてると思うんですよ。良くなってますね。どうする。うわーイフェルノ危ないところ。音がめなし。シュート。さあ対空これは少しずつではあるが、ドグラの動きが噛み合い始めているか。時々もゲージが満タンですから何かきっかけがあれば。そうですね。ただ対空さん相当ついていますね。これ画面足絡まないとさすがに豪気といえどもというような体力になってきています。さあただ時々焦りが見られない。そして画面端がついてくる。画面足が絡むと全然ありますね。スタンも絡むと大惨事。え逃げた。ナイス逃げ。1ゲージ使って、そしてこれが相打ち OK はドグラの方。ただ体力半分。止めている。止めている。見ていた。これは2択で終わっちゃう。やばすぎる。怖すぎる。危ない。どう耐えた。よくぞ集中していた。耐えました。もう今本当にもう瞬獄殺と打撃 で、ね、打撃が通ったんですが、はい、時々もちょっと信用できなかったんですね。今ね打撃が通らないと思いながら打ったことでちょっと確認ができなかったことがドグラの位置を救いました。そうですね。しかしあのもつれたところでよくぞ空対空を。確かにあそこでもう終わったと思う場面だと思うんですけども、ね、中盤のヒットエフェクトが見えたときに集中力切れてもおかしくないんですが、そこはさすがのドグラ、うん、よく押しましたねあそこで。さあまだまだ首の皮はつながっている。これはチャンスになるが確かに当たらず。ゲージはマックスだが、インフェルノ、そして EXW2 まで。結構ドグラの大会が出てきたことで時々は地上戦主体になって、そこにはやはりベガ この長い牽制でダメージ取れているっていう展開になってきましたね。そうですね。ここに来てドグラチャンス、うん、ドグラのペースになってきましたね、はい、またこれも先ほどと同じです。画面足さえ絡まなければ。うまい仕込んであった。勝てるでしょうドグラが。だから何かミスがあるとひっくり返るぐらいの火力、これ豪気持っています。ただ時間もやってきましたね。そうですね、はい、ここが取って、さあデュースに向けて2つ目の星を重ねて、さああと2個だ。あと2勝できれば6-6に並べる。いやかなりそのドグラの流れのある内容になったんじゃないですか今のは。序盤でこう対空しっかり落として地上に貼り付けにした後に、うん、この地上の火力の高さ、機動力ってところで、まあ、ベガの強みを押し付けていく展開でリードを取って、あとは、まあ、1つ小突きを倒すと。そうですね。さあここもシャミ大パン、うん、さあこのいわゆる上の読み合い、ここが一番重要になってくるか。シャミ大パン、さあ前に出る。ダッシュも通る。そうですね。前ステップも先ほどからかなり機能するようになってきた。さあ時戸が若干この試合の中で押され始めている、そんな印象。さあ体力差もドグラ優勢。何かが2人の中で変わってしまった。難しい場面。ちょっと遅れるとこの通り被害甚大。そして画面端が絡むと一瞬で溶ける。危なすぎる。時々も V トリガーが届きます。そうですね。さあこれで一触即発。ヘッドプレス逃げるだけ。めくりはガードするが、その後の投げまだまだ気合の一発残った。おお最高までやる。いやー完璧でしたね今。勝つためのエラーアタック、お見事ドグラ。ちょっとでも遅れると、うん、その強化ザンカードに負けてしまう。そうですよね。場面だったんですけれども、よく上見てました。素晴らしい。ここは画面端必要な垂直ジャンプから出る。ここは関谷が置いてあった。さあかなりのダメージを稼いだぞ時の動き。反撃しっかりですね。トリガーはさあアックス連携から使ってチャージまで、そして後ろ投げ。さあこれは危ないぞ。チャージ次第でただ V バサル、うん、勝ってますからね。確かにこの V バサルも使っていい場面。さあまだトリガーゲージはあるぞ。ドグラベガー時戸がどう試合を畳むかがちょっと気になるところですね。ゲージはあるんですけれども、そうですね、できればやはり温存しておきたい。ゲージの運用も気になるところ。
DX。 おと、これは無理やり画面端にした、チャンスだぞ、入れ替え、入れ替わった、変わってしまうと苦しいが、さあここ V リバーサル、対空対空、うわメロエ、いや受けている、もう一応上から今度当てにいったが、さあ体力差がなくなってきた、人のゲージが溜まりそう、メロエ時間がない、対空相打ち、どうする、うわー男のアックス一戦じっくり、いやいいタイミングでしたね今、本当に技の打つタイミングだけで勝ったそうですね、距離は間違ってましたけどね、うんうん、かなり深い男のアックス刺さりましたね、時の側もちょっと難しい距離でしたよね、はい、その場から打つと空振りする可能性があって、プレッシャーをかけようとした時にっていうところでアックスで、いやー耐えてます、いやここで勝てばデュースですからねそうなんですよね、ついにあと一つ、これは気合で一歩一歩階段を上り詰めている、台風がですねかなりその読み合いがこのようにですね、あのドグラが回せるようになってきました、時々がその結構飛ばされてる感が多分あると思いますね、今は落とされてしまっているので、先ほどほどこの画面端が絶望的に見えなくなってきた、うん、ドグラはあの勝ち筋というものが見てる我々にも感じられるようになってきた、 EX プラスをから、あうまい、アックスの前当たる前にコパンで2ゲージ割り込んでからの2ゲージコンボ、画面端もう投げは許されない、さあ時戸は冷静にそして慎重にリーチをかける、さあドグラがどんなに頑張ってもこのラウンドを時戸が勝てばそのまま勝利となる、目の前ダッシュする、前に出る対空うまい、お変化の前しっかり捉えていた、前に出る、さあバックステを追う形になった、画面端が近いインフェルノから前ジャンプ、トキドの V トリが溜まりましたよ、かなりドグラが前に出ているが、さあこれはトリガー溜まったと、うまいスタンプ、さあここに来てドグラの集中力がマックスか、いやーこれ追いついてきましたね、あと1ラウンドこれでデュース、さあ決着となるかデュースとなるか、ドグラの猛追、この時の相手にしかもハメクさん相当ベガ戦仕上がってるという、うん、仕上げてきた印象が強い時の相手に上からの攻めがやっぱり通らなくなってきてますからね、ちゃんとこのドグラの意識配分ですとかいる距離、技打ちのタイミングかなり時戸の動きに対して合わさってきている、対応している、ここも当てに来た、しかし割り込む、さああとは続かないがフォローした、これでリーチか、使わず、さあどうする、何を狙ってくるか、ドグラメガ時戸には CA はあるがトリガーはまだ遠い、時間はまだ45秒、時戸は本当にワンチャンスで終わらせられる状況です、今それだけにドグラ切りくい、さあここで上の駆け引き、最後に使ったのは残空波動拳、ドグラの猛追及ばず、勝ったのは時戸、ありがとうございました、いやお互いかなりの試合になりましたね、これも